どうも、ね、ずっちです、えー、群馬あ、埼玉、栃木、茨城などのですね県立高校の野球部から相次いでですね、えー、野球用品が盗まれているという,うニュースがありました、えー、合計で18個おあとで、ね、9000個以上のボールなどが盗まれているっていうんですけどね、えー、本当に腹立つニュースだなと思いますけどね、えー、野球でね、奪っていいのは三振だけですよ。 うん、盗んでいいのは類だけですからね、えー、しかしなんでこれ県立高校ばかり狙ってんのかなと思ってね犯人からしてみるとねあの私立から取るよりも効率がいいんですかね。ねずっちですではまた。